ウィプサニア・ウィプサニア・アグリッピナは、ローマ帝国二代皇帝、テベリウスの最初の妻。初代皇帝、アウグストゥスの名友マルクス・ウィプサニウス・アグリッパと、その最初の結婚相手で、キケロの所管のアテナ人として知られるキツス・ポンポニウス、アッキクスの娘・ポンポニアとの間に生まれた。父とアウグストゥスとの密接な関係のため、早くから、 アウグストゥスの3番目の妻リオやドルシルッターの連れ子であったティベリウスとの婚約が結ばれていた。二人は紀元前20年に結婚。紀元前13年頃には息子のショードルススが誕生している。この間、アウグストゥスは後継者候補であったマルケルスを失い、代わってウィプサニアの父アグリッパとカフとなった自身の娘ユリアを結婚させていた。 この二人の間に生まれたガイウスとルキウスの兄弟はアウグストゥスの養子とされ有力な後継者候補と見られるようになっていた。ウィップサニアとティベリウスの結婚生活は幸福なものだったと言われているが、紀元前12年、父、アグリッパの死と共に一変する。翌紀元前11年、アウグストゥスは再び家父となったダイユリアとティベリウスを結婚させるため、 ティベリウスとウィプサニアを離婚させた。この後ウィプサニアは、歴史家、ガイウス・アシニウス・ポッディオの息子で有力な、元老院議員であるガイウス・アシニウス・マルスと再婚する。ウィプサニアは、ガルスとの間に、ガイウス・アシニウス・ポッディオ、マルクス・アシニウス、アグリッパ、アシニウス、ガルス、アシニウス・ルプス、アシニウス・サロニヌス、セルウィウス・アシニウス・ケレルの6人の子供を設けた。 紀元20年に、ウィップサニアは死ぬ。マルクス・アグリッパの子供たちが皆不遇や、不慮の死を遂げる中で、唯一安逸な死を迎えたという。ウィップサニアと別れさせられた後も、ティベリウスは、ウィップサニアを思い続けたと言われている。離婚後ティベリウスが街でウィップサニアの姿を見た時何も、声をかけず、以降、ウィップサニアと会うことを避けるようになったという。またウィップサニアの、 再婚相手ガルスに対しては、ウィプサニアの再婚相手であるがゆえに嫌っていたとも言われている。ありがとうございます。